次は、そちらなのですね。なのですね。はい、そちらなのですね。次は、あなたですね。化け物ではありません。私は人間ですよ。私は人間です。来ましたよ。私は人間ですよ。私は人間ですよ。
私は人間です。理解していただけたのですね。
私は人間です。私は人間です。そうですね。これでは動かないと思いますけれど、これは私ではどうしようもありません。見た目よりも軽いですよ。はい、あなたがそれを望むのであれば。私もすぐに外に行きますから。忘れ物に気がついたのです。はい、あなたと重なり合っていたので、以前は気がつくことができませんでした。そうですね。先に終わらせます。Thank you.
私は人間です。時の言葉ですか。今日やですか。呼ばれる時の言葉は人間です。あの方は私を人間と呼びます。私は人間だと教えられました。ですから私は人間です。何でしょうか。それでは、あなたはここに置いておきますね。何でしょうか。では行きましょう。
私が行くべき場所です。地球です。あの方がそうおっしゃっていました。人間は私です。私はここにいます。すみません。それは無理です。はい。他に人間はいませんから。地球上に私とあなた以外の人間はいません。あなたのお望みを叶えることはできません。いいえ、あの方は神様です。ですから違います。人間ではありません。神様は神様です。私を作り出した方です。神様は私が使命を終えるまでお会いになってくださらないと思います。私は神様がおられる場所を知らないのです。神様は私にとって必要な時にだけ救済の道を教えてくださるお方なのです。
私は私の行くべき場所に向かいます。はい、そうです。死ぬ時は力が入りませんから。私は人間ですよ。そうですよ。私は死ぬためにここへ来ました。それが使命ですから。神様から与えられた役目です。過去、人間によって殺された者の死を体験し、同じように死ぬこと、それが私が果たすべき使命です。罪を償うためです。
人間は戦争という行為でこの地球上に住む全ての動植物を無残にも殺しました。ですから人間にはそれらの動植物が受けた苦痛を理解する義務があります。私は人間という種の代表としてその任を請け負っているのです。はい、その通りです。その結果、先ほども言ったようにこの地球上には私とあなたしか人間はいません。そしてそれ以外の動植物は存在していません。正確には存在していたです。それらは皆過去の話ですから。確かに本来ならばそれはそれは膨大な数の死だったことでしょう。しかしあまりにも数が多すぎるため神様は慈悲を与えてくださいました。哺乳類の死を体験するだけでいいとおっしゃったのです。あの方はとても優しい方なのです。はい、そうですよ。素晴らしい体があります。これも神様のご慈悲なのです。非力な人間はあっという間に死んでしまって、一度死んでしまえばそれで終わりです。それでは罪を償うことができません。この通り神様は死んでも生き返る体を授けてくれました。そうすることで人間に罪を償う機会を与えてくださったのです。ですから私はその期待に応えなければなりません。使命を果たさなければなりません。死ななければなりません。Thank you.
今度は何でしょうか。あなたの言いたいことはわかります。ですが、人間は苦しまなければならないのです。いや、してくれましたね。この周辺は終わりました。もう少し移動しなければなりません。しかし、あなたがいました。あなたはここまで連れてこいと言いました。しかし、ここにたどり着いてからも置いていかないでくれと言いました。だから置いていくわけにはいきませんでした。
神様がおっしゃるには、この地球上には前までたくさんの種が住んでいたそうです。その中の種の一つが人間でした。人間は他の種をよく苦しめました。地球を汚したり、もともとあったものを破壊したりして、動植物をいじめ続けたということでした。それでも神様はお許しになっていました。それも人間という種の個性として寛大なお心で見守ってくださっていたのです。しかしある時、人間は人間同士でとても大きな争いを始めました。それまでも争い、戦争という行為は何度かありました。しかし、その時の戦争はこれまでの日ではないほどにひどいものだったのです。人間はそれによって地球を汚し尽くし、同時に地球上に住むすべての種を絶滅させました。もちろん人間も含めてです。そうして残ったのは何も動植物が存在しない世界でした。それが事実なのです。この惨状を神様は嘆かれました。そしてそんなことをしておきながら、ただ死んでいった人間に罰を与えることにしたのです。はい、そうです。死んでいます。それを神様が生き返らせて、この私として作ってくださった便利な体にしてくれたのです。それは元の私が非力だっただけです。基本的な身体能力は最初に死んだ時から変わっていないとのことです。しかし私には食事、排泄、睡眠といった行為が必要ありません。私が死ぬのは哺乳類の追体験をする時のみであって、それ以外で無駄に死んでしまうことがないようにと配慮されているので、無駄なことはせず罪を償うことだけができるようになっています。神様はお優しい方なのです。神様はお優しい方ですよ。そうです。おかしいですか？はい。
なたと同じようにですか。すみませんが、それは無理です。私には使命があります。いいえ、これは私一人に課せられた使命なのです。これ以上あなたと行動を共にするわけにはいきません。どういうことですか？あなたの言っている意味がわかりません。神様は一度与えた使命を減らしたり、なくしたりするようなお方ではありません。神様は絶対です。生物を探すと決めたのですよね。それならばそうなさってください。私は私の使命のために行きます。何でしょうか？確かに、あなたの言う通りかもしれません。はい。はい。罪を償うべき存在が、さらに罪を背負うなどということは許されません。よろしくお願いします。次の場所へ向かいます。私には重要な使命があります。そうなのですか？
これですか？鉄の棒。はい。これですか？私は遊んでいませんよ。知らない私が悪いのです。それより今日や教えてください。服とはどんなものなのですか？布ですか？Thank you.
っていません。これにも何も入っていません。それでは私は使命を。ですが。